Cultivation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. Check.皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。安西です。みなべです。はい、というわけで。はい。はい。スラジオやっていきたいと思います。はい。はい、投げやりな感じですか。ええー。いや、なんだろう。最初のあれみたいな感じ、あれなんかこう単語は出てこないですね最近ね。ね、あれね、気をつけたいと思います。あれね、カルティベースレディオみたいな、ああいう系のね、探索、あ、ジングル的な、はい、そうです。あ、ジングルです、ジングル、ジングルジングルです。あ、なるほどね。はい、すがっすね。はい、はい、というわけで今日はね、はい、何を話そうかなと思いますけど、はい、結構マネージメント、はい、ナレッジがね、やっぱ好評いただいててね、はい、教科書何ページ目とかっていろいろ言ってきたりしましたけど、うん、はい、そうですね、うん、いやだから、はい、そうそうそう、ちょっと前の時にもね、不安を乗り越えるコツとか言ったじゃないですか、うんうん、だから なんだろうマネージメントのナレッジっていうと、こうやるべきであるみたいな、べき論みたいになっちゃいがちだから、うん、なんかマネージャー主語でなんかこういう風に なんすかね個人主語やっていくといいのではみたいな、緩やかな、なんかナレッジが提供できたらいいなって思って、うん、なんですけど、はい、マネージメント論ってもうね、はい、読めば読むほど、語れば語るほど、はい、マネージメントめちゃめちゃ大変やんってなってね、なりますからね、うん、なんかそう、ミンツバーグ先生とか、あ、組織論の有名な方とかが、なんかマネージャーの神話みたいな感じ揶揄したりとかしてるんですけど、もうこうやるべきである、べきである、べきであるみたいなのがすごいじゃないですか。マネージャー系の本って、そうそう、いやもう素晴らしいマネージャーであるべきっていうの分かったから、もう勘弁してくださいみたいになったりするじゃないですか。だいたい説教になりますから。そう、だいたい説教になっちゃうから、ね、うん、そう、だからこのポッドキャストもね、説教ラジオにならないように気をつけたいところではあるんですけど、そういう説教はね、なんかそういう説教本って言っちゃいけないな、なんかそういう、うん、なんかね、こうね、そういう人が書かれた本を参考にしていただいて、ちょっと違うポジションを作っていこうかなって思ってるんですけど、うん、はい、はい、でね、今日はそうテーマ的に諦めることって結構大切だよねみたい なんかそういう話をしたかったんですよね。あ、なるほどね、はい、マネージメント目線でマネージャーが、あ、そうですね、うん、そうですね、いやこれ結構なんかこう、まあ、マネージャーって言ったら諦めない代表格であるべきであるみたいな感覚があるじゃないですか、ね、なんかみんなを、そうそう、リーダーシップを発揮しながらよし、みんなやろう、うおーみたいな感じで燃え上がりながら周りを活性化させていきながら、うん、もうダメかもしんないっすみたいな、大丈夫、絶対いけるみたいな感じに、そんな暑苦しいやつでした、マネージメント。バイアスをかけすぎた、ちょっとね、ちょっと暑かったですけど、はい、まあでも分かりますよ、はい、昭和タイプマネージメントですね。今はもう昭和を超え、平成を超え、令和になってますからね。そうですね、はい、令和型のマネージャーを探索していきたいところですけれども、はい、まあでもね、諦めないことが大事っていうのは、はい、まあ、マネージャーとして ね求められるっていうのは分かりますけど、そうですね、うん、もちろんなんかこう責任的にこうね、なんていうか、数値達成だったり、唯一合わせていくだったりとか、そういうのを責任として持たされてしまっていることって往々にしてあると思うんですよね、うん、そういった意味では諦めてはいけないとか、うん、私はなんかこう、まあ、メンバーの育成とかもそうですよね、諦めてはいけないとか、うん、なんかいろいろ観点でなんか頑張んなきゃ、情熱を燃やしてやんなきゃねって目線もあるかもしれないんだけれども、何でもかんでもそういう目線だとちょっと難しいポイントもあるかもよみたいな、うん、なんかそういう話をしたかったんですよね。なるほどね、うん、はい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 、それはでも聞きたいですね。はい、うん、いやでもなんだろう、これ話の持っていき方をちょっと今迷ってるんですけど、結論いきなり言っちゃおうかどうなのかって迷ってたんですけど、迷ったんでもう結論から言っちゃうんですけど、なんかこう、例えば職業的な機能組織とかって結構これ起こりやすいところだと思うんですよね、うん、職業で、まあ、デザイナーであってもファシリテーターであっても何でもいいと思うんですけれども、うん、まあ、そうだな、バックオフィスでも営業でも何でもいいと思うんですよ。なんかマネージャーになった人って基本プレイヤーとしてすごい優秀な人だと思うんで
ですよね、うん、だから物事を見えたりとか職業的な機能美みたいなのを結構追い求めたりしてそこに美学がある人とかってあると思うんですよね、うん、美学的なものを職業人として追い求めながらこれをもっとこれを完成させるみたいな素晴らしいこのアウトプットを出していくみたい なんかそれってすごいなんか職業的なアイデンティティに絡みつくところなんだけれども、うん、でもそこら辺のところを追求しすぎてしまう目の前の一つのプロジェクトをより良くしていこうみたいな全力投球すると常に走り続けることになったりとかするじゃないですか、うんうん、それってなんかたった一人の目線だったりプレイヤーだったらいいんだけれどもでもマネージャー目線でそれをやって続けてしまうとなんか周りが疲弊してしまうこともあるし、うん、チームマネージメントの観点ではもっと対極感を持ってやる必要もあるかもしれないよ、はいはい、っていうといいですね。あ、なるほどですね。はいはいはい、うん、じゃあ、まあ、あの責任を放棄して投げ出すっていう意味での諦めるっていうことではなくてってことですよね、はいはい、そうですね。なんか目のそうなんか目の前のファシリテーターでワークショップをより良くしていこうこのプロジェクトをよりコミットしてより良くしていこう美しいものにしていこうってあると思うんですよね。でも結構仕事とかってなんかよく打率の問題みたいに言ったりとかするから目の前のプロジェクトではやや勝ちきれないかもしれないけれどもでもなんか長い時間軸の中ではもしかしたらなんか結果的にその方がうまくいくこともあるかもしれないっていうなんか目線みたいなのが必要でなんかマネージャーになると時間軸は長くなってくるんですよね、うん、そう目の前1日とか1週間にコミットしてたのがやっぱりメンバーマネージメントしていく中で時間軸がなんか1ヶ月3ヶ月半年間とか何だったら数年間とか、うん、そういう時間単位で見ていかなきゃいけないじゃないですか、うん、そこの中での最適化がすごい必要になってきたりとかするんですよね、うん、っていう中でなんかこう常に走らされ続けている、はいはい、となんか疲れちゃったりするじゃないですか。対極観の観点では目の前で負けることも諦めたりすることも大切かもよっていう問いですね。なるほどですね、はい、まあ、でもそれは確かになって思ってなんか最初マネージャー諦めるって言った時にちょっと違和感があった、うん、それでいいんだっけって思った部分となんかこう、うん、なんだろう折り合いがつけられて整理できてきたんですけどなんか短期的な、まあ、パフォーマンスとか、それこそさっきの、まあ、勝ち負けじゃないですけどみたいな短期成果みたいなことは手放す必要が必ずしもなんか手放さない方がいいとは必ずしも限らなくて、はい、なんか要はそれって中長期的な、まあ、メンバーの育成目線みたいなことが持てている状態だと思うんですよね。そうですね、うん、なんかそこのプライオリティを間違えて短期的な成果を重視しすぎてそれに粘って固執して諦めないっていうのは中長期的には、まあ、バッドパターンになる可能性があって、うん、はい、でも中長期的にメンバーを育成して成果を出していくっていうことはやっぱ諦めてはならないんだろうなと。そうですね、うん、なんかそこのバランスなのかなと思って。そうですね、結構なんだろうな、いつの間にかメンバーからマネージャーになった時に役割が変わった時に、うん、ある種、まあ、それをゲームとして捉えてるゲームの勝利条件が変わったりとかいつの間にかしちゃってるんですよね、うん、だから時間だったり時間軸だったりとか、まあ、育成というだったりとか短期的だけじゃなくて資産的な考え方もしなきゃいけなくなってくる中でそれをベースにしながらいかになんか価値を増やしていくかっていうのが大切なんですね。それに気づかないままなんか短期的な成果をプレイヤーのように自分自身も追い求めメンバー自身にも追い求めってやり方でやっちゃうと、まあ、焼け畑農業的な状態にチームがなっちゃうんで、うん、目の前のチームはすごい成果を出していてもなんか先がないねみたいな、 なんかそういう風になっちゃうとなんかうまくいかなかったりするんで、なんかそこら辺のゲームルールみたいなのをなんか切り替えをちゃんと意識しながらやるといいよねみたいなところでもありますよね。なるほどね、うん、いやでも確かに大事だなと思いますね。なんかそれで言った時に、なんだろうな、結構
いいマネージメントかとか、いいマネージャーかどうかって言われると、それ自体も短期的に評価できないじゃないですか。なんかこう半年とか1年とか経った時に、はい、あ、そうですね。なんかメンバーがすごくこう、あれなんか化けたな、みたいな。あ、そうですね。うん。なんかそういうじわじわじわっと、で、どっかでなんかこう覚醒するみたいなことをこう引き起こせるのがすごい強いマネージャーだなって僕も振り返ると感じるんですけど。はい、そうですね。うん。なんか、そこな何をどういう人が何つったらいいんだろうな、その要件って何なんだろうなと思って、何を大事にしていったりとか、うん、なんかどういう人がそういう短期プレイングモードじゃなくて、うん、なんか長期的なでも結果すごいレバレッジの効いた成果につなげられるんだろうなと思って、はいはい、うん、なるほどね、うん、なんか先生のさっき 今言ってくれたことってそうだなと思ってて、よく鉄則的に言われるのがマネージャーの評価って結構長い期間で数年とかで見ないといかんよみたいに言われたりするんですよね、うん、はいはい、まあ、マネージャーを評価する側の立場の主語の話ですけど、うん、今って、うん、なんか半年間なんか1ヶ月だけすごいチームがめっちゃいい状態でも、うん、半年残りの5ヶ月間とか半年間の中ではあんまり良くない時間の方が多くって、結果的にチームがより良くない状態になってるみたいなことが発生しがちだから、うん、長いスパンで評価しなきゃいけないよみたいな感じのことを言われたりとかするんですけれども、うん、なんでしょうね。でも、まあ、やっぱあるのがやり抜く力みたいなのが絶対あることじゃないですかね。なんかよく言われることですけれども、うん、やっぱりなんかこう同じ継続的にずっと同じようにやり続けて、メンバーにも向き合い続け、目の前にも向き続け、ハードルを同じテンションで超え続けないとダメなんですよね。はいはいはい、同じテンションで超え続けないとダメで、それを継続的にやり続けるのって結構不安になっちゃったりするし、うん、今でこれでいいんだっけみたいになったりとかして、うん、やめちゃったりとかするんですよね、はいはいはい、で同じなんか持続力みたいなのを保てないことみたいなのがあって、ですると結果なんか壁を乗り越えられず、なんか結果的にぶつかってしまうみたいなことがあったりするんですよね。いい時を続けられないみたいな、いい時のやり方をっていうのはあるかもしれないですね。まあ、あくまでも自称レベルですけどね。うん。うん、なるほどね。いやでも、子育てとかにも通じそうですね。子育て。あ、でもね、あのね、コミュニティ構築的なところで、なんか企業と子育てって、なんか時間軸は違うよなと思ってて、子育てって20年とかの世界じゃないですか。うん、10年付き合い続けるっていうところがあるから、うん、なんか目の前の一つ一つに目くじらを立ててもしょうがないよねみたいな感覚があって、結果的になんか蓄積によって20年後いい大人になってくれたらいいなみたい な、うん、なんかそういうところはあって、なんかそこの時間軸の人付き合いの時間軸の捉え方みたいなのが結構難しかったりしますよね、うん、なんかそうですね、はい、いや、今思い出してたのは、僕中学受験、うん、昔して、私立中学行ってたから、はい、大学入ってから、そういう家庭教師とかそういう相談を受けることがめちゃめちゃ多くて、はい、中学受験でうまくいく家庭とそうじゃない家庭ってめちゃめちゃ親のコミュニケーションかなり依存してんだよな、すごい実感してて、はいはいはい、で、それがやっぱり、毎回の帰ってくる模試とかのテストの結果みたいなところに点でフィードバックかける家ってやっぱめちゃくちゃ中学受験でうまくいかないですよね。はい、わかるわかる。結構その短期的な今回のテストどうだったかみたいなところはある意味手放して、はい、で それをなんか最終的にこうじわじわっとこう成長し続けられる伴走ができる。はい。やっぱすごい強いっていうのが、そうですね、思い出してた。こう目の前のテストが返ってきた時にね、うん、そこに一喜一憂するんじゃなくって、うん、まあ前よりもちょっと勉強時間増えてるからいっかとかね、結果的になんか前よりちょっとずつ半年前に比べたらできるようになってるからいっかとか、うん、なんか結構長い時間軸で
なんか一喜一憂せずになんか承認称賛しながら進めていくみたいな方がなんかうまくいく感覚はありますよね。そうですね、だから子どもの成長とか、まあ、中学受験っていう意味で言ったら中学受験が最終的に、うん、まあ、子どもが納得する満足いく結果になるっていうことにはやり抜く、じわじわコミットする、うん、責任を持つのが大事なんだろうけど、はい、1回1回のテストはある意味、諦めた方がいいかもよみたいなことっすね。あ、そうですね、はい、そうですね、そうですね、そうそう、プレイヤーの感覚のままだと自分のプレイングの実感軸でいかにいいドキュメント作るかみたいな感覚でレビューしちゃったりすると難しいんですよね。まあ3回やってみたら結果ちょっと良くなったから OK みたいな、はいはい、その感覚は大切かもしれないですね。そうですね、うん、いや、いいですね。あの、不安を乗り越える回とセットでこれはね、はい、ちょっと実践していただけるといいかもしれないですね。確かに。人のせいにしないみたいな、人に対して不安を向けないみたいな、はい、その子供に不安だから、はい、なんでこんな点数なんだっつってね、一喜一憂フィードバックしちゃうわけだから。いや、そうですね。なのに、ちょっと子育て論みたいになっちゃいましたけど。はい、子育ての話しすぎるとちょっとお子さんが乱入してきちゃうから、はい、この辺にしときましょうか。はい、隣に今いましたね。そうですね。はい。俺のテストの話してるみたいになっちゃう。あ、そうですね。はい。じゃあ、このぐらいに今日はしときましょうか。はい。はい。というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。